半助と猫山本周五郎ハン半助の家はいつもしんとしていた彼は独身でトラという猫が一緒に住んでいるどんな稼ぎをしているのかわからない時々小さな風呂敷包みを持ってどこかへ行き帰りにはその包みが大きくなっている 日用品とか食べ物に違いないので出かける時の包みには稼ぎのもとが入っているのであろうとすれば一日中家にいるのだから内職をしているにはそういないのだが何をしているかということは誰にも分からなかった半助は五十絡みで髪は青年のように黒々と濃いが。 体はしなびたた。ヘチマのように痩せていた血の気のない壁土色のおもながな顔は小さくいつも誰かに殴られるのを恐れているような卑屈なおどおどした目つきをしていたし人と話す時にはそれが一層際立って見えた彼はいつも誰かに謝っているようだし自分は自分自身の体の 後ろに縮こまっているようだ。外を歩く時でさえ自分自身の体の後ろからそっとついて歩くように感じられた「まるで指名手配でも出されている人間みたいだなぁ」と退職刑事の泉小六が言った「きっと叩けば泥の出るやつだぞ」それを聞いた八十の咲いた先生が「 後で笑った「た叩いて出るのはほこりだ」とさえた先生は言った「泥は履かせるというものだ退職刑事もどうやらえしいな」半助は近所付き合いをしないたまに訪ねてくるのは別の町内にいる「ドクちゃん」という少年とこの町で「小屋の兵さん」と呼ばれる男の2人だけであった。 平さんは半助と同年配で10日に一度ぐらい訪ねてくるのだが格別用があるわけではないらしい。ご飯日近くいる時でも話し声はほとんど聞こえないしたまに聞こえるのは茶をすする音か天気のこと景気のよし悪しなどで何のために訪問し何のためにそうしているのかとんと理解がつかないのであった。 半助はこの町の誰よりも早く起きて、井戸端で洗面をした後、東の空に向かって柏手を打ち、経験に目をつむって頭を三度下げながら口の中で何かつぶやく。願い事をするのだろうが何を祈願するのかブツブツつぶやくだけで内容は聞き取れない。それから二つのバケツに水を汲んで帰る。 というのが日課の始まりで、これは季節や天候に左右されることなく、毎日きちんと行われた。極めて稀に、井戸端で人と一緒になることがある。おはようと相手が呼びかける。いつも早いねえ、半助さん。すると半助はたちまち肩をすぼめ、卑屈にお辞儀をしながら、相手と機嫌を取るように、 おおどおどと返事をするや否や2つのバケツを下げて自分の家の方へ小走りに去るのであった半助の生活は虎と呼ぶ飼い猫とだけ密接につながっていたとは言っても特に変わったところがあるわけではない一般に猫好きとか犬好きとか言われる人たちの中には 常識外れな霊が少なくないがそれらの人たちに比べると半助と虎の関係は極めて平凡なありふれたものに過ぎなかったただ人付き合いをしない半助が虎とだけは話をしたり一緒に飯を食べたり共寝をしたりするところに密接なつながりという感じがするのであった朝早く 夏でも暗いうちに半助は目を覚ます「虎うと半助は呼びかける「そろそろ起きようかねえ」掛けヤグの裾の方で丸くなって寝ている虎が目を開けて主人の方を見る半助はヤグの中であくびをし大きなあくびをしながら体のどこかをかく虎に呼びかける声もささやくようだし あくびををするにも声を出さない。起きてヤグを畳み戸棚へそれをしまうにもほとんど物音をさせないこれらはすべて大切な重病人がそばに眠ってでもいるように注意深くひそやかに行われたそれから着替えをして井戸端へ出るのだが立てつけの悪い格子と雨戸を開ける音だけは 半助にも防ぎようがなかった「腹が減ったかい?」と彼は七輪で飯を炊きながら言う「待ってろよもう少しだからなトラ」トラは「にゃー」と鳴くが口を開けるだけで声は出さない小さな乳ムの鍋で飯が炊き上がると同じような小鍋で味噌汁を作りその間に漬物を出し お膳の支度をする。今は田舎でも見かけない古風な蓋付きの箱膳で中に食器が入っていい蓋を返して箱の上に載せるとそのまま食膳になった終われば食器は布巾で拭いて元のように箱の中へしまうから買ってまで行って洗う手間が省けた半助は綺麗好きな方だがそれでも時たま 布巾を洗うだけで満足していた。虎は半助のそばを離れない。勝手でも部屋でも彼について回り体をすりつけたり彼の手や足へ冷たい鼻を押しつけたり座ればその膝へ乗ったりする。半助は徹底した菜食主義で出汁をとる鰹節以外には魚も肉も絶対に食べない。トラにも漬物を 格屋やに刻んで飯に混ぜたものを与えるだけであった「魚や肉はな体に毒なんだよ」と彼はトラに言う「魚だの肉だのためると命を縮めるだけだ」「野菜と米の飯を食べてさえいれば病気にも取りつかれないし寿命だけは必ず生きられるもんだからな」 トラはニャーと声を出さずに泣き主人を見上げるそれはまるで「あなたの言うとおりです知らない世間のやつらは哀れなもんですね」とでも言っているようであった飯を食べるにも半助は茶碗や箸の音をさせない誇張して言えば物を噛む音さえさせないのである従ってその様子は 食事をしているというより盗み食いをしているという風であって何かを喉へ使えさせるとかむせて咳をするなどということは全くなかった朝飯を済ませると半助はすぐ仕事にかかる何を作るかは半然としないが小さいけれども貸し材の頑丈な小机と小刀や各種の飲み 糸の子、特別にあつらえたらしい小さな万力3種類ほどの霧などが道具で材料は上質の象牙と鉛の延べ棒だけであった極めて細かい仕事と見え片方の目に時計屋が習字の時使うような筒形の拡大鏡をはめ机にのしかかって慎重に入念に細工を。 進めるるのであるその様子は何かの仕事をしているというより荘厳な神事でも行っているという方がふさわしく見えた仕事の間も物音は立てない霧を使い各種ののみ糸の子の類を使ってもほとんど音が聞こえないのだ小刀で象牙を削る時にはごくかすかに 柔らかな殺音が出るけれどもそれでさえそばへ寄ってじっと耳をすまさなければ聞こえないのであったそれはよほど大切なしかも秘密な仕事なのだろう小屋の兵さんでさえそれらの道具を見たこともない兵さんが来れば部屋へ通すがどこへどう隠すものか頑丈な小机以外にはこれといって目につくものはなかった さんのほかに部屋へ通すものは絶対にないし中通りのろくちゃんが来ても霧りだらけの障子を少し開け顔を半分だけ出して話すというのが常のことであった何をするにも音を忍ばせ食事の時に箸の音さえ立てずひっそりと息を潜めているような生活の全部は全てその仕事をするための トレーニングでもあるようだ。その仕事の大切さと秘密を要することとさらにその細工が極めて微妙であるため機器を動作からしてそれに順応するように自分を慣らしているというのが真相のようであったトラは主人の仕事にかかるのを見届けてから机の脇のところで眠るか外へ出かけてゆくかする。 眠ときは俗に香箱を作るという形で横になることはめったにしない外出したいときには主人の膝へ体をこすりつけたり仕事に熱中している主人が気づかない場合にはにゃーとかすかに泣いてみせ主人が障子を開けてくれるまで待った外へ出たトラは悠々と歩いていく。 彼は黒っぽい三毛猫で体もたっぷり肥えていて大きいし顔もサッカーボールぐらい大きくて丸かった半助が勝ってからでも7年になるそうだが10年以上の年寄りだというものもうそろそろ化ける頃だというものもあったトラはボスのナンバーワンであった 主人の半助がひっそりと自分自身の後ろに縮こまっているようであるのと大石的にトラはいつも堂々と威張り返って何もかも気に食わんとでも言うような目つきで悠々と好きなところを好きなように歩いてゆく彼の縄張りがどこまで広いか見当もつかないこの界隈はもとより中通りから 本通りの方まで彼の勢力圏に入るようだ。言うまでもないが彼は実力で獲得したものでありこの範囲内ではかなり子産の犬でさえ彼にちょっかいを出したため片目,を片目を失ったり耳を食いちぎられたしたものが4、5匹はいた。今では挑戦するような犬もいないし。 たまにそんな愚かなやつが現れても彼の方で暴力を振るうことはなかった単に立ち止まってじろっと見返すだけでいい相当頭の悪い喧嘩好きな犬でも虎のその目つきを見るだけで尻尾が下がってしまう自然に尻尾が下がり今日はまたなんて嫌な空模様だろうとでも言いたげに 天の方を見上げたりまたは急に世を思い出したといった様子であらぬ方向へ走り去ったりするのだ彼が暴力を振るうのは交尾機だけである今でもその期間には彼がいかにボスのナンバーワンであるかを現実に見ることができたここに一匹の未明よきメス猫がいるとする まず若いオス猫たちが彼女を囲んで恋のセレナーデを競い合い歌い勝ったやつが彼女に近づくのをきっかけに彼ら独特のレスリングが始まるもっと経験を積んだ猫たちはそんな軽薄な真似はしない若い彼らが6勝したり格闘したりするのを黙って見ているそうして若輩どもが戦い疲れた自分に 自分たちがそここにいるるとを主張し始めるそれからミドル級の勝ち抜き戦になり終わりのヘビー級となると1対1かせいぜい三者対立くらいで勝敗を争うことになるしかしもしもそこにトラが出てくるとするとヘビー級で勝利を占めた選手も決して自分の選手権を主張しようとはしない。 すぐさま自分の権利を虎に譲って他の恋人を探しにかかるのである。交鼻には相当賢い猫でも多少頭にきているから中には虎に挑みかかる勇士もある。その時こそ虎は平然とっておきの喉を存分に解放するがその共感の凄まじさは形容しようのないものであり。 牙をむき出した顔つきの凄まじさもまた形容を絶するものであった。それでもなお頑張ろうとするやつがたまにはいるけれどもそいつは間もなく体中から血を流し毛をむしり取られびっこを引き引き自分の愚かさや大事な時間を無駄にしたことを悔やみながらそこから逃げ出してゆくのであった。 我らの町から出た虎は今荒れ地を横切り中通りを歩いていく超えていて大きいから歩きぶりも重々しくゆったりしている左の前足を出す時には左の肩肉がくりくりと動くし次には右の肩肉がくりくりと動く脇身などはほとんどしない何もかも分かっているのだここが靴のチューリアで 次が荒物屋でその隣の下田屋には犬がいるがそれは臆病者のめめしいやつで格子の中でキチガイのように吠え立てるがちょっと睨んでやるとまるでどこかを噛まれでもしたようにキンキン悲鳴を上げながら土間の隅へ隠れてしまいすると顔の青ぶくれたような細君が出てきて血のみごをあやすような 甘だるる。い声で何かか呼びかけるうんここを噛まれたんだ」とそいつは訴えるようなくんくん声を出す「あいつですあの悪い猫が僕のことを噛んだんですよいつもなんです」「よしよし大丈夫よ」とそのサイくんはそいつを抱き上げて虎の方を睨むまた虎のやつだわ」 なんで憎たらしっしっあっちへ行け悪い野良猫だよ。虎は軽蔑にも値しないと言いたげにひげを震わせてそこを去る。安屋親の近所には2匹のオス猫がいるし甘露堂という大層な看板を掲げた駄菓子屋にも猫でも犬でも生き物さえ見れば 石を投げたり棒で叩いたりする6歳ばかりの女の子がいる。虎にはこれら全てが退屈なほど見えすいていて、今さら注意を引かれたり好奇心をそそられたりする対象は何もないのだ。ーんいつもの通りだ。と彼はつぶやくようである。こんな変わり映えのしない生活を繰り返していて、 よくもやつらは飽きないもんだな中通りを北へ行くと橋がある掘割りにかけた石の橋でそれを渡り二筋目の横丁を構わず通り抜けたところに本通りがあり流行のトップを行くと称する各種の商店や貴金属店服飾店キャバレー銀行百貨店レストランなどが軒を並べていい。 道の中央に市電車道にはトラックや自転車多種多様な自動車などの往来が絶えなかった虎がここへ来るには目的があったそれはこの本通りを横切った向こう横丁にある天末という本格的な天ぷら屋なのだ本格的と言ったがそれはお国さんのやっている ご式揚げに対してのことで事実は打天ぷらでありそのゆえにまた下町の客には喜ばれていたお座敷天ぷらの白っぽく上品に取りすました揚げ方は場違いだと下町の客は言う狐色よりやや濃い色にパリッと揚げたやつこそ本筋でもともと天ぷらなんてやつは下手者なんだ 近頃は職人も客もそいつを知らねえからな、などと言うのであった。トロはその天末の天ぷらがひいきだった。大きな店ではない。間口3メートル、奥行き6メートルほどの広さで、入り口の右側が板場、左が細長い土間で、テーブルが5つ、椅子がそれぞれ3脚ずつ置いてある。4脚を置くと通路が、 亡くなるからで食事時には入れない客がよく店の前で順番を待っていた主人は556痩せた背の高い男で顔立ちは5代目菊五郎にそっくりだと言われていたもちろんずっと古い客の表が伝承されたので今では5代目の顔など写真でさえ見ることはないが そう言われればそうかと客たちは思うのであった息子は26匹色が白く痩せていて父親によく似た顔立ちであり父親と同じように無口であった他に出前や雑用する小僧が2人奥のことは不明だが店には女っ気はなかった材料の買い出しから下ごしらえ あげるのも客へ出すのもこの親子でキビキビとやっていた。トラはこの店の入り口へ来てどっかりと腰を下ろし天ぷらをもらうまでは動かない。客が入ろうとするとじろっと睨んで牙をむき出すのである。何しろ頭体がすばらしく大きいしサッカーのボールほどもある顔で 牙をむき出しながら睨まれると大抵のものが入りそびれてしまう「シッシッ」などとおったぐらいでは動かない水をぶっかければ素早く脇へよけるがすぐにまた入り口へ座り込むのである初めの頃だったが小僧の一人が竹ぼうきでもって打つ真似をしたところ身を躍らせた小僧の胸に 胸に飛りびかかり獅子の爪でかきむしったり噛みついたりした「いやだよ」と小僧は悲鳴を上げた「おっかないよごめんだよ」他の小僧たちや主人息子などが飛び出してくるとトラは敏霜に逃げてしまった小僧はかなりな傷だったのですぐに近所の医者へやった医者は傷の手当てをしたのち 症というやつがあるから病行騒なんてこともあるかもしれないと言いい何かの有効な注射を打ったそうである幾日かおいて虎はまた平然と現れそんなことがあったか知らんとでも言うような顔つきで店の入り口へ腰を据えたおおまた来やがったもう一人の小僧はびっくりして飛びのいた 親方は大変です。ちょっと来てください」。これには主人も呆れたようだが年の功だけあって虎の居座りが何のためであるかすぐに察しちょうど揚げ残りの天ぷらがあったのを2つ3つ出してやれと命じた石油缶に客の食いかすがあるからそれでたくさんだろうと小僧は言ったが 主人,を主人は黙ってにらみつけた。猫もこのくらい権威者になるとごまかしは効かない。そこらのざっとした人間などより趣味も思考もよほど洗練されているということを主人は知っていたようである。トロは3つの天ぷらのうちエビを残して穴ごとキスの2つを食べると口の周りやひげなどについた揚げ油を 左右の前足で丁寧になで天末の人たちようではなく店の中方をちらと横目に見てゆったりと歩き出し歩み去っていった「へえ」と無口な無口息子が去ってゆく虎の姿を見送りながら簡単の声を上げた「言うことはねえなあ」。 これが虎と天末との馴染みになるきっかけになりその後は両者の関係がずっとスムーズに続いていた。店先に行きさえすれば虎は必ず天ぷらのいくつかにありつけたし痛めつけた小僧とも彼は病行症なんということにはならずに済んだが格別トラブルは起こらずに済んだ。 揚げ残りではあるけれども本筋の下町風天ぷらに満足したトラは食後の気だるい幸福感に浸りながらゆったりと木戸についた「今度も脇見などはしない世間は俺のものだ」とでも言いたげな顔つきで一歩一歩と本通りを横切ってゆく各種の自動車自転車市電など全然 気にかけないトラックが走ってきてクラクションを鳴らす頭体が大きくて歩きぶりが悠々としているからたとえ砂利虎の運転手でも目を引かずにはいられないのだやいそこの泥棒猫と運転手はクラクションを鳴らしながら怒鳴るドかねえとを引き殺すぞ虎は走り出すだろうかいいな 彼は逆に立ち止まってしまい、ゆっくりとトラックの方へ振り返る。なんだという顔つきで、じっと運転手を睨みつけるのだ。運転手もまさか引き殺すわけにはいかないから、慌てて急ブレーキをかけ、トラックを止める。トラはそれを確認してからおもむろに車道を横切って行くのである。自然でも同じことであった。 自然には世紀のレール上を運行するという一種の特権を与えられているからそんなことはないだろうと思われるが運転手には感情があるのでやはり承知しながら引き殺す気にはなれないやけなように警笛を鳴らした上これも急ブレーキをかけて電車を止めるトラはそれを振り返って見ている軌道上に 立ち止まり大きな丸い顔を振り向け「なんだ」という目つきでにみつけるのである。自然が確実に転写するのを確かめてからトラは悠然と歩き出す。ゆっくりと帆を運ぶので左右の肩の肉がクリックリッと動くありさまが見えるのだ。 トロはこのように人間どもに対してさえボスであるところの自分の権威を譲ろうとしない。いつも正面から現実にぶつかっていき、それを突き破り打ち勝っていくのである。半助はこの事実を知っているだろうか。これを知ったら自分の生活態度を変えるであろうか。いつも誰かに殴られはしないかとビクビクしながら身を縮め、 息を殺しているような生活から抜け出すことができるであろうか。そうは思えない。虎が市電やバスを停車させたり、天末から天ぷらをせしめたりするのを見たとしても、自分の暮らしぶりを変えようとは思わないだろうし、まず虎と自分との暮らしぶりを比較する気にさえならないであろう。半助は半助であって、 自分なりに自分の重荷を背負っていたのであるある時3人の紳士が不意に半助の家へやってきたいずれも背広姿で1人はハンティングをかぶり他の2人は無謀だった3人とも見知らない顔なので近所の人たちは好奇心に駆られそれとなく様子を伺っていた何か異常なことが 起こりそうだった。人付き合いをしない半助の家へ突然そんな風に背広の紳士が3人も訪れてくるというのは尋常な出来事ではないからであっただがこの期待は裏切られた「よや,やっぱりお前だったんだな」と紳士の一人が言った「随分探したぜ」半助の声は聞こえなかった。 あがらせてもらうよ。と他の紳士の言うのが聞こえた。じっとしてろ。手数をかけるんじゃねえぞ。ついで何か器物の音がしたが乱暴するとか争うような音ではなかったし、半助の声は少しも聞こえなかった。要件は難しいものではなかったらしい。やがて三人の紳士が半助を連れて現れた。 紳士のうちの二人が何か風呂敷包みを抱えてい,い、半助を中にん挟んで去っていった。紳士たちも半助も近所の人たちには言葉をかけなかったし、目を向けさえもしなかったそうである。なんだろうどうしたのかねと近所の人たちは言い合った。あの三人は何者なんだろう 半助さんの友達かしらねそれならこれまでに見かけるはずだな友達ならさ。彼らは心の中で察していた。この町の住人ならそんな時ピンと考えはピンとくる考えは決まっているのだ。間もなく島裕吉さんの隣にいる博打打ち巧妙な千笠親分の身内だという徳さんが。 彼らの推察に裏書きをした。あの三人は刑事さ、と徳さんは言った。半助はいかさま祭を作る名人なんだってよ。徳さんの言ったことを伝聞した丹波老人は優しい声でそっと笑った。刑事とはおかしいの丹波老人は言った。 イカ様祭を作っていたにしろ刑事が3人も来るなんてことはないだろう。もしまたイカさマ祭を作っていたというのが事実ならと老人はなお言ったやってきたのは刑事ではないなその道の商売人の手先だつまり職業的幕打打ちがイカさマ祭でからきめにあったか あるいは半助の才が欲しいために住所を探し求めてきたかどちらかであろうと老人は言ったすると半助さんはどういうことになるんですわからないな私には丹波ーはし慎重に答えたどこかへさらって行かれたにしても後の方ならまず体に別状はないだろう 人に知れないところにかくまわれてイカサマサイを作ればいいんだが、これが前の方だとすると、無事では済むまいなぁ。バクチでイカサマサイ祭を使えば、殺されないまでも体のどこかを詰められる。ハンスケは使ったのではないけれども、よほど巧妙な細工だとすれば、二度とそんなものが作れないように、やはりどこかを 詰められれるかもしれないどっちとも言えないなぁと老人は言ったまあそのうちにわかるだろうよ近所の人たちはしばらくその話で気晴らしをしたイカサマ祭については徳さんが各種の例を説明しその中には人間技では作れそうもない細工があり どこまでが本当のことか疑わしかったがそれだけになお半助の日常のひっそりした呼吸さえ忍ぶような生活ぶり決して人付き合いをしない明け暮れがこれで初めて分かったと彼らは語り合った半助が連れ去られてから56日してジャンパーにズボンという格好の男が2人来て 半助の家の中を片付けて去った前に来た3人とは別の男たちで隣の住人にも何,も言わ何一つ言わず勝手に家の中に入り何かごとごとやった後雨戸をくいつけにし口吹きながら去っていった「トラはどうしたろうか俗に猫は俗に猫は」俗に猫は 家に着つくと言われ飼い主が移転しても家について離れないそうであるがトラはそんな俗説には関心がなかっただろう家の周りで幾度か泣くのを聞いた人はあるがその後はさっぱりと姿を見せなくなったきっと半助さんの後を追って行ったんだよと近所のかみさんの一人が言った 三個飼われると死ぬまで恩を忘れないって言うからねそれは犬のことさと別のかみさんが言った「猫なんか恩のおの字も知りゃしないよ猫にできるのは化けるくらいのものさね半助はついに帰ってこなかった」